ちは。はい。タッタラッタッタ。はい。タッタラッタッタ。はい。もうやめてください。リズムは引っかかるかも。リズムは引っかかるかも。そうですよね。リズム感悪いからね。いやいや大丈夫です。まあね、今高校野球球児たちが熱い熱戦繰り広げていますけれども、まあね球児たちがポカーンとホームランを打ってますが、今の球児たちはやっぱり昔と違って YouTube などでいろんな方のその解説とかトレーニング方法、バッティング方法を見ながらね学んでいるってことも多いと思うので、今日はこの動画であの高木豊さんが高校生がいち早く打てるようになるホームランの打ち方を伝授します。ほら急には打てんぞお前。高校野球もちろん見てるよ。ただまだまだ浸透してないなって思うのがやっぱバッティング理論だよね。ある程度昭和を継承してるところもあれば、これは進んだ指導をしてるんだろうなっていうのがやっぱ分かる。例えば今ってこうアッパー、現代ってアッパーっていうところをこうなんていうんですか、ダウンスイングみたいな感じですか、あるあるまだねまだありますね。いやだからベンチ前でスイングしてて、あこれはダメだっていう高校もある。まあまあそうあこれはこういうスイングしてたら打てんわなっていうのは、逆にあこの今バッティングスイングしてるんだったらここのね高校行けるなっていうのもまあ中にはある。バッティングってさやっぱり日々変化してて、まあ日々っていうか進化しててね、で我々が教えられたのはもうとにかくボールは上から打つんだ上からで上から一生懸命出そうとするといや左肩が突っ込んでるっていやいやいや上から打ったら左肩出るでしょみたいなこれを残すんだみたいな、どうやって打つんだみたいな、ね、王さんでもそうだけど、こうやって刀を持ってね、上からバサッと切るようなイメージでスイングの練習してたけど、王さん実際こうやって下から出てるからね。あ、そうなんですね。そうよ、出てるよ。いやだから今日はいろんな理論の中からじゃあホームラン打ちたいんだね、ホームラン打ちたいんだね、そしたら教えるわ。はい、まずはバットの握り方からですか。やっぱりいや握りは関係ない。あそこは関係ない。握りはまあ指で持った方がいい人と、しっかりと手のひらで握って、まあ手のひらで握った方が力は伝わるよね。だからまあ手のひらで握った方がいいかもわからない。それと勘違いしてるのは前を大きくって言うじゃない。そうじゃない、後ろを大きくする。後ろですか。へえ。後ろを大きくしてここの反動をボールに伝えないとこっからの反動って伝わらないから。へえ。じゃあさ俺の手をさ、そこからさ、叩いて思いっきり叩いて後ろから持ってくる。そうですね、後ろからですね。だからやっぱ力を伝えるのは後ろが大きくなきゃいけないんだよ。で前はいいんだよ別に。それと入射角と反射角があるよね。あります。それには角度がいるんだよ。アッパーアッパーって言うけど、あれは入射角と反射角を考えた理論なんだよ。こうやって構えてて後ろを大きく絶対下から出てくるんだよバットって。それを無理やりこれを叩こうとしてヘッドが返るからポップライナーだったりゴロになったりとか、たまにライナーを打てるんだよ。でも絶対フライでしょ、ホームランってね。これをこう来た時に、こう当てたら絶対に上に行くんだよ。行きますね。それはミートしてここに当てたらダメだ。ここはダメですよね。ここです。でも、下から入射角と反射角でこう打つとボールって上がるんだよ。そしたらホームランの可能性が出てくる。だから脇締めろとか昔はねよく言われたけど、脇って締めると動かなくなっちゃうんだよ。そうですよね。力は逃げないけど、ボールを打つって反発力があるからボールには、だから脇っていうのは相手もしょうがないんだよ。だからイチローが打席に入る前にこう下から上にこうやって振ってたのを覚えてる。それはやっぱ入射角と反射角をよく分かってる。それと打ちたいんであれば前に絶対行かないこと。前に行くと入射角と反射角が前に行くことによって反射角がぶれるから、だからバリー・ボンズのようにこうやって構えておいて左足に置いといて下げていくんだよ。左足に置いといて下げていく、バットをね。そしたら入射角と反射角がピタッと合えばホームランになる。速いボールがこう最近多いでしょ。そうしたら前で打とうとすると、やっぱ相当前に出さなきゃいけないんだよ。でも左足に残ってたらここで打てるんだよ。そうですね、ここで。そうですよね。だからこれだけの差ぐらいになってくるんだよ。そしたら入射角と反射角っていうのがしっかり合うということだからゴロにはならないということ。それは相手が例えばストレートを投げてきても変化球でも前に行かない、そういうことなんですか。同じなんですか。やっぱストレートを投げてきたらこういう打ち方、変化球だったらこういう打ち方、例えばフォークだったらこういう打ち方とか。いや、ないないない、それは関係ないんですか。そうそうそう、だから入射角と反射角がピタッと合えばホームランになるなって。それを高校生はどういう感覚で入射角反射角っていうのを体で身につければいいんですか。形だよ、形。岡本が今入射角と反射角がピタッと合ってるよ。イチローみたいなスイング、打席に入る前の、ああいうスイングをしとけ。上から平行に叩こうみたいな、そういうようなスイングをやめといて、もうヘッドは下がるもんだから、絶対重いから下がるんだよ。これを立てようなんて言ったらバットなんか走らないからね、だからこう寝たまま振ればいいんだよ、で手が返ったら必ず上に来るから、ゴルフみたいな感じ。まあゴルフとはちょっと違うけども、まあまあ言えばそうだよ、ゴルフボールでも貸して、例えばこう9度ぐらいの角度があるんだよね、ドライバーって、でもこれがこう当たったらどうなる、飛ばないでしょ。飛ばないです。やっぱ角度があるから入射角と反射角でこう入ってきたものがこう飛んでいくじゃない、でそれも一緒なんだよ。バットもやっぱり下から上に上げないと角度ですね、角度がつかないんだよ、だからね、もう昔の人はね、大嘘ついてたのがでも昔の人それでホームラン叩き込んでたっていうのは、いや、あれはよく見てみて、絶対にこう下がってるからで後ろの大きい人が、こっちが大きい人が打ってるから、そういうことなんですね、みんな感じる。ほんでね、自分はそう打ってるくせに自分の感覚でこうやって潰すような感覚でみたいな逆回転与えてみたいな、逆回転与えたら飛ばないから飛ばないんだよ、だから後ろから大きく振ってくる、で体を前に出さない、それで下からちゃんと入射角と反射角が合えばホームランになる、豊さんはそのコツを覚えたのって何歳くらいだったんですか。いや、コツなんてないよ。コツというか、あ、こういうことだったんだっていう。いや、だって俺らの時はもうとにかく上から打てみたいな、上から打てないけどなと思いながら、でも実際こう見てるとやっぱこう寝ててこういう動作があるんだよ、だから長い間インパクトゾーンにバットが走ってくれたから率が残せたんだと思うんだよ、これがさ、上からこう叩こうとしたら、インパクトゾーンが短くなるから絶対に率なんか残らないし確率は悪いんだよ、ということは後ろから勢いよく振ってきて振るっていうことがやっぱり一番なんだよね。後ろから出ない前で打つということだよね、回転しろみたいな、回転なんかしなくたって勝手にするわみたいなそれってだから岡本和真選手もそうですし、あと村上選手も。村上はね、まだね、前に出る。でもあれだけ打てるっていうのは能力だよな、でも岡本が今掴もうと多分してると思うんだけど、岡本があれを掴んだら村上は相手じゃなくなる。もっといきますか、突き放して、いや、だから村上がそれを取得しないとかなわなくなる。あ、じゃあ今、岡本選手がホームランバッターとしては一番いいバットの出方を見てる、で前に出ない、でタイミングがずれた時は前もちろん出るよ、でもホームランを打った時にさ、後ろにこうやって回転しながら行くじゃない、前に出てないんだよ、ほんでバットは下から出そうとしてるから、後ろを大きく、坂本勇人、あれだけの若さで2000本打ってきた、あれだけのホームランも打てる。後ろがでかいから。あ、そうなんですか。後ろでかいよ。ほんで必ずこうやって倒すからバット、ほんでインサイド前ですね、うまいに決まってんじゃん。脇が自由に動くんだから。ああ、だからグリップを抜けとかなんとかっていうよりも、うん、ね、インサイドが打ちたかったら脇開けろっていう感じなんだよ、今は。一生懸命嘘ばっかり教えられてきたけどね、俺らは。でも今の高校生もそういう、ね、現代にあった野球のバッティングの仕方を教わってる子たちもいれば、やっぱその伝統的な昭和かわいそうみたいなのがいるいますよね。でもそういう子たちは本当はこっちだけど、でも先生とか指導者に言われたらこうしなきゃいけないとか、すごい悩んでる子もいるでしょうね。あ、でも YouTube とか見てて、うん、ああなるほどなっていう人がいるよ、中には。だからそういう人たちのそのバッティング理論とかを取り入れると、うんうん、まあ早いかもね。ああ、まあそうですよね。だから高め打つってまあ叩くとか言うけど、うん、俺らの考えっていうのは、うん、高めだと美味しいと思ったのはこのまま出せるからさ。来たまま、そうですね。そうそう、このまま高めに出せるから、下が全然出たかみたいな、すいませんとか言って、今その理論じゃんみたいな、みたいな。だから打てる人は必ず後ろから打ってるから、だから後ろを大きくすることを考えたらすぐ取得できる。おお、じゃあ今見てる高校球児の方とかは後ろを意識して大きく持っていくと、後ろを大きく持っていく。大谷見てみよう、お前、こうやって構えてて、この後ろからバットのヘッドなんか立ってこないでしょ、昔はこうやって立って出せみたいなよく立って打てましたねこんなところはこうなんだみたいなそんなんだったんですか。打てないよそれで打ってた人たちは本当すごいですけどね、大谷翔平でもそうだけど、やっぱ後ろが大きいんだよ、後ろが多くて後ろから煽ってくるでしょ、はい、ね、だから入射角と反射角がピタッと合えばもうホームランになっちゃう、なりますね、力がある。これはお父さんたちの草野球のチームの方たちも一緒ですか。問うと。おお、じゃあね、今頑張ってる草野球チームの方たちもとにかくじゃあ後ろを大きく持っていく。もうね、打てる人のメジャーもそうだけど、ビデオ見てごらん、必ず後ろが大きいから、後ろの小さいやつでこっからこうやって打ってるやつなんかいないから、それは自分の言ってるのは感覚だけだから、打ってる人がそうやって言ってるの、よくお前の自分の見てみろみたいなこっから打ってるだろうって、いやそこなんだよ。それはじゃあホームランの打ち方としてだけでもなく、ヒットだったりとか、もちろん全部につながることなんですね。でずっとこう持ってきて、平行が決してインパクトゾーンを長くしてるっていうわけじゃないんだよね、ヘッドが下がってもインパクトゾーンというのは長く保てるから、はい、バレルゾーンってあるんだよ、インパクトゾーンからバレルゾーンに入ってくるところが、だからバレルゾーンにいかに力を持っていけるかだよ、それは無理だろ、力ないでしょ、何やっちゃってるの確かにそうなりますよね。だからまあそういう理論っていうのは、例えばホームランを打ちたければそういうのは取得した方がいいな。なるほど。あとそのバッターボックスに立つ位置とかそういうのは、ああもうそんなに気にすんな、バレルゾーンができてるんだったらバレルゾーンというか後ろが大きければ、だからバリー・ボンドなんかこうやってやって後ろはでかいけど前はカーンってちっちゃいからね、ああそうですね、だからもうこうやって構えてて左手でもう取るような感じ、パーン、そういう感じで打つ。じゃあ今であればやっぱ岡本選手のが一番こうバットの角度としたいい角度してるな、だから飛び出したでしょ、もう余計にテラス的パンパンいくでしょはい、この前言ってましたね。だから飛距離は伸びてるはずだよ。ああ、だからそれを掴んできたってことなんですね。俺は掴んできてるっていうふうに思ってるんだよ、これが手放したらまたちょっとホームランは出るかもわからないけど、量産体制には入らないよね。今年もね、甲子園球場でホームランね飛び出したりってありますけれども、まあ、高校球児の皆さん、甲子園とかね、そういうところでやっぱり一発早く打つにはそういったそうだよ、サトテルが半端ない飛距離出すでしょ、はい、あれがやっぱ下がるでしょ、確率が悪いだけなんだよ、でボール球を打つのと、はい、でもボール球を打って当たらないようなボールを打ったって、ホームランにはなんないから、もちろんそうですね、だからまあここら辺を狙っといて、そういうブワーンって入ってきたら絶対飛んでいくから、見てみ、知らんぞ、ホームランの数が甲子園100号ですそんなにどうやって打てるようになりましたかって、高木豊さんの YouTube 見ましたみたいな。ぜひ一言言っていただきたい。すぐ打てるようになりましたって。そうですよ。どうします？まあ形な、だからこういう感じで入ってくるっていうのは、こうですね。パーンとこういう感じで入ってくる。高校球児の方、それをイメージして、で素振りの時はイチロー選手みたいなちょっと素振りをして、まあ極端に言えばそういうイメージで、こう下から入射角をこう意識してね、振るといい。わかりました。ちょっとこの動画がね、何か皆さんのホームランを打つきっかけになればいいなと。そうだよ。これがいつ出るか、甲子園終わってからってなんだ遅いよみたいな。もう甲子園、ね、そうですね、夏の高校野球大会やってる間にも出てると思うんで、終わってたらもう決勝で9人連続ホームランみたいな。みたいな、どうしましたって。高木豊さんの YouTube のおかげですみたいな量産しました。言われたらどうするよ。もう急上昇でもおかしくなる可能性もあるからな。急にやると、ああなるほど、急にやるとね、何事もそうですね。いやでも高校球児の皆さんね、ちょっと参考になったとは思うので、ぜひちょっと実践で試してみてください。